1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。インコース1号艇の三品、センター3コースは3号艇加藤、4コースからは4号艇の石井も行きますが、1周1マーク、インコース1号艇三品が逃げるところ、2コースから差していく2号艇の佐藤、外前は3号艇の加藤ですがバックへ入って2コースから差し切りました2号艇佐藤大輔、トップに立ってリードは日程心から2程心、スタートは前提正常でした。2番タラスイは1番3番並ぶところ、内から5番の泡が接近して1周2マークの攻防です。2マークは2号艇佐藤が先頭と回ってリードを広げていきます。2番手本線から5号艇の泡勝也上がってきました。2番5番の体勢、その後ろはアウト側通って1号艇三品、現在3番手も内から6号艇の荻野とこの辺りは差がありません。2周目第1ターンマークです。先頭2号艇佐藤は抜け出して2周1マークを旋回、2番手は5号艇の泡がリードを作っていきます。3番手先前は6番の荻野、差し込む1番の三品、この2艇の3番タラスイは続いていきます。その後方は水が空いて3番の加藤、4番の石井となっています。2周目2マークの旋回に移ります。トップ2号艇佐藤大輔リードは広がりました。2番手は5号艇縄勝也、3番手は先に回った6番の荻野が3番手浮上を果たしまして、前の体勢ここで2番5番6番、レースは最終周回に移っていきます。3番手と4番手の差は広がりました。1号艇三品目下4番手追走、後ろは3番の加藤、4番の石井が追っています。最終周回のバックスで違い立ち上がっていきますが、ここで一手アクシデント、4番の石井にアクシデントです。代わって3番手には3号艇の加藤が上がりまして、体勢は253でラストコーナーに向かっていきます。最終コーナー2号艇の佐藤が先頭、そして5号艇の阿波2番手、3号艇の加藤が3番手で直線コース、まもなく第5レースはゴールです。先頭2番佐藤ゴールイン、2着は5番の阿波、3着は3番の加藤ゴールイン、後ろは1番の三品、そしてラストは4番の石井がゴールしました。なおこのレース6番の荻野選手は失格、6番荻野は失格となっています。以上第5レースでした。これはいけません。